デニス・ハル・デニス・ハルは、カナダ・オンタリオ州ポワーント・アン生まれの元アイスホッケー選手で、スポーツコメディアン。現役時代のポジションは、左ウィング。ボビー・ハルの弟で、ブレッド・ハルのおじである。ジュニアでは、オルのセント・キャサリンズ・ティー・ピーズ、セント・キャサリンズ・ブラック・ホークスでプレーした。1964から1965。 シーズンから1976から1977シーズンまでの14シーズンをシカゴブラックホークスでプレーし、1977から1978シーズンはデトロイト・レッド・ウィングスでプレーした。シカゴブラックホークスでは兄のボビー・ハルト8シーズンにわたってチームメイトであった。ボビーの愛称ザ・ゴールデン・ジェットにちなんでザ・シルバー・ジェットという愛称で呼ばれた。 ボビーが和チームに所属していることを理由に、1972年のサミットシリーズのメンバーから外された際、出場辞退しようとしたが、兄の説得によりカナダ代表に残った。ニューヨークレンジャーズのビッグハドフィールドを差し置いて、後にホッケーの殿堂入りしたジャン・ラットル、ロット・ジルベールとのラインを組んで、4試合に出場し、2ゴールにアシストを上げた。 NHL オールスター第2チームに1回、NHL オールスターゲームのメンバーに5回、選出された。センターのピット・マーティン、右ウィングのジム・パピンと組んだ1970年代の、初めから中盤が前世紀であり、彼ら3人の頭文字を取って、マイルパーアワーと呼ばれた。1970から71シーズンから1973から1974シーズンにかけて、 40得点、30得点、39得点、29得点を上げ、1972から1973シーズンは39得点、51アシスト、90ポイントを上げた。この年、プレーオフでもチームトップの9得点、15アシスト、24ポイントを上げ、チームをスタンレーカップ決勝まで導いた。 現役引退後の1978年に、ジュニア時代に過ごしたオンタリオ州セントキャサリンズに戻り、ブロック大学に入学、歴史学と体育学で学位を取得した。その後、リドリーカレッジで1年間教員を務めた後、イリノイ工科大学のアスレティックディレクターに就任した。現在は、弟のゲイリーと共に、オンタリオ州ノーサンバーランド郡で肉牛の牧場を営んでいる。 最もスリルを感じた試合はゴーディ・ハウと初対戦した時だという。ハウの写真を今でも寝室の壁に貼っている。1972年のサミットシリーズの試合前にジャック・プラントがウラディスラフ・トレチャクを訪れてカナダのスター選手のプレースタイルについてアドバイスをしたが、春についてはレッドラインからでもシュートを打ってくると教えている。ウラディスラフ・トレチャクとは友人であり、 トレジャクに対してサミットシリーズの第8戦でボールヘンダーソンが決めた決勝ゴールで君は有名になった。もしシュートを止めていたら現在君はモスクワでタクシーの運転手になっていただろう。と伝えたというありがとうございます。